佐賀県嬉野市で開かれた藤井聡太五冠のトークショー。ステージ上には藤井五冠のほかに福岡市出身の中田功八段や豊川孝弘七段、それに佐賀県出身の武富礼初段が登りました。藤井五冠は昨日から王位戦七番勝負の第4局に挑むはずでしたが、相手の棋士が新型コロナウイルスに感染したため対局は延期に。この会場で予定されていた大盤解説会の代わりにトークイベントが企画されたものです。先月19日に20歳になった藤井五冠、初めて飲んだお酒について聞かれると梅酒です。梅酒だったんですね。初めての梅酒の味はどうでしたか。いや、でもそうですね、まあ、梅酒は、はい、飲みやすくて、はい、美味しかったです。また会場に集まったおよそ350人のファンも藤井五冠に積極的に質問しました。将棋の他にチェスもされるということなんですが、チェスで羽生先生と対戦してみたいなとか思ったことはありますか。そうですね、なかなか上達できていなくて、そうですね、羽生先生と対戦しても多分ボコボコに敗されてしまうと思うので、もう少しなんか上達してなんか少しまあいい勝負にができるようになったら、ぜひなんか一局お願いしたいなというふうには、はい、思っています。豊島先生のね、勝負をぜひ見たかったんですけどね。で、まあ、でも今回はこう生のトークショーですね。まあ、それはそれでとても楽しかったです。いい話を聞けてなんか良かったなっていう、こういう機会がなんか嬉しかったです。来年もぜひ応募していきたいと思います。王位戦の対局は去年も嬉野市で開催予定でしたが、記録的豪雨のために延期されていて、実際の対局を見るのはまた次の機会となりました。最後に地元の子どもたちから花束と記念品を受け取り、ステージを後にした藤井五冠。延期された王位戦第4局は今月24日と25日に徳島市で行われます。持ち時間をなんとかしっかり使っても行っていって、そうですね、じっくり考えていければと思っています。ぜひ皆さんもまたご観戦いただければと思います。